皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、先日自分のお誕生日に NMB48 を卒業するということを YouTube の生配信あかりの部屋で、最後に発表させていただいたんですけど、まあ、そのことについてちょっと、まあ、卒業についてちょっとお話ししていこうかなと思い動画を回しております。もうすでにねネットニュースとかにもたくさんしていただいて、皆さんからも温かいコメントをたくさんいただいて、もうゆっくりゆっくり読ませていただきました。本当にありがとうございます。びっくりさせちゃった方もいると思うんですけど、何から話せばいいかな。まあ、とりあえず卒業についてはもう結構前からちょっと自分の頭の中にはあって、まあ、10周年かなっていうのと、あとアイドルとしてやり残したことなんだろうなって考えた時に、私は一番やっぱりやりたかったのが、大きい会場でファンの皆さんと一緒に最高に盛り上がれる、私のやりたかったことが全部詰まった卒業コンサートだったんですね。で、最後卒コンだけ豪華にできたら、もう私はアイドルとして思い残すことないなっていう風にずっと思ってて、まあここ数年は活動してたんですけど、まさかこんなね世の中になるなんて思ってなかったし、まあ、アカリンフェスを延期するって決めた段階とかでも、まあ、きっと夏頃には落ち着いててコンサートできるんじゃないかな、フェスもできるんじゃないかなって私の中ではずっと思ってたんですけど、やっぱりこう日に日にね状況も良くなくなっていく中で、この状況が本当にいつまで続くかわからないっていうのもすごくあるし、でも自分がやりたいことはどんどん決まっていくし、自分の描く未来はどんどん膨らんでいく中で、卒業しないでずっとここに甘えながら居続けるのはどうなんだろうってすごい自分となんか葛藤して、やっぱりアイドルやりきったっていうのはきっと卒業コンサートなんだろうなって自分の中でもすごくたくさんのメンバーを見送ってきてやっぱ思うから、卒業コンサート絶対やりたい、何かしてやりたい、大きい会場でいっぱいのファンの人に来てほしいってずっと思ってたんですけど、でもやっぱ自分の中で立ち止まりたくない、まあ、24歳っていうのをもうすぐ迎えるってなった時に、なんかこう私はやっぱ世間の女性って24歳から30歳ぐらいまでこう一人の強い女性としてすごくまた成長する年齢だなって思うし、そこで私はこのアイドルを卒業したら一人の女性として等身大でいろんなことに向き合いながらライフスタイルをこう皆さんと共有できたらいいなって思ってる中で、アイドル活動をしながらそれをしていくのはなんかちょっと説得力とか考えた時に違うのかなっていうのがすごい自分の中でモヤモヤした部分もあるし、やっぱ後輩メンバーも本当に頼もしくて、自分が昔と比べて立ち位置とかが前にいさせてもらえることがすごく多いし、コンサートとかでもセンターたくさんやらせてもらったりとかしてる中で、一つやっぱ開けばそこに立てる子がまた一人と二人と出てくるなっていうのもすごく思ったし、私がこうお姉ちゃんメンバーたちが卒業した時にその位置に行けた時の喜びとか景色とか今でもすごく覚えてるから、アイドルになった以上 NMB48 のメンバーにはそういう景色たくさん見てほしいなって思うし、それをこうねいっぱい目立ってほしい子とか魅力的な子がいっぱいいる中で、私がこうグループに甘えて居続けることによって、ね、そのチャンスを奪ってしまうんじゃないかなとかもすごく思ったし、本当言ったらめちゃくちゃ私はもう NMB が大好き、もう本当に大好きっていう気持ちだけで10年間続いたんじゃないかなってくらい、本当に私の体の一部というか、もう頭の中にはずっとグループのことがある10年間だったから、本当にこう切磋琢磨し合った同期たくさんいて、同期のことも大好きだったけど、みんなが卒業した後こう後輩メンバーのみんなともいろんな絆が築けて、本当に私にとってスタッフの皆さんも家族みたいな存在だし、ファンの皆さんも私が全然前に出てこれない時からこう応援してくださったり、ね、YouTube で知ってくださったファンの方もアイドルである私のことを応援してくださったりとか、関わってくださった皆さんが本当にかけがえのないものだからこそ、離れるっていうのはすごく寂しいし、ね、ずっと入れるなら痛いなってすごく思う部分もあったんですけど、だし本当にこの状況で決断するっていうのはもう私自身すごく正直苦しくて、なんか自分がこう思い描く未来に進めるように
ここで卒業しようっていう気持ちと、やっぱり卒業コンサート一番理想の形でやりたいし、今ファンの皆さんにも会えないし、アイドルとしてやりきったってこれは言えるのかなってすごい考えた時に、もうちょっとここにいてもいいかなって思う日もあったり、やっぱね、緊急事態宣言とかこう自粛の期間でやっぱすごく時間もあったから、自分の中で本当に毎日こう気持ちが揺れて分からなくなった時期とかもあったんですけど、でも思ったのは、立ち止まるのはやっぱ違うんじゃないかなって。この状況の中で世間でも一生懸命頑張ってる人がいる中で、自分も甘えるんじゃなくて一歩踏み出して、そこでまたどんな景色が見えるのか自分を試してみたくもなったし、この先私が成功して今よりももっともっと名前が知られて、自分が持ってるブランドとかももっともっと大きくしていくためには、今立ち止まってこういろんなことが進むのが遅くなるより、一歩踏み出して新しいことどんどん始めた方が一番なりたかった自分になれるんじゃないかなってすごく思って、でもやっぱり私卒業発表した時にもすごい思ったんですけど、卒業しますって言った時にえーって言葉も聞きたかったし、その後握手会でファンの皆さんに会っていろんなお話もやっぱしたかったし、みんなの顔を見て卒業するねって言いたかったんですけど、うん、私きっとファンの皆さんもそれを望んでたと思うし、だからこの決断をするのはすごく心が苦しかったんですけど、でもここで行動しないとやっぱ後悔する自分も見えたし、卒業発表して今は良かったなってすごく思ってます。で実際卒業発表してみて、ファンの皆さんのこととか卒業コンサートのこととか考えると、やっぱこうやって涙流しちゃうくらい自分の中ではきっとやりたかったことだったと思うし、なんかお家で一人で考えてると、なんかこう自分の決断が強くて卒業しようって思えてたんですけど、こう生配信してみんながまだ卒業しないでねって言ってくれたりとかすると、やっぱ心が揺れちゃったりっていうのをほんとずっと繰り返してて、この先のお仕事のこととか将来こういうふうなことやりたいってこういっぱい決まっていく中で、これをするためには今甘えてたらこの20代っていうこの残された時間を私は甘えて育ってしまうと。いつだって世間の女の子の等身大で若いみたいになりたいって言ってもらいたいのに、それをアイドルとしてじゃなく、やっぱ一人の強いしっかりとした女性でいるためには私はここを離れるべきなんじゃないかなっていうのがやっぱり自分の中で強かったし、すごい寂しさとかいろいろそういうのあるんですけど、めちゃくちゃこの寂しい気持ちとかはこの後の活動で絶対に皆さんの心の穴を埋めていけるような活動をしていきたいなっていうふうに思ってるし、またいつかいっぱい会えたりとかできるようになったら、絶対そういう場をあの時できなかったこととして設けたいなっていうふうにも思ってるので、ファンの皆さんには最後のわがままだと思ってこれを聞いてほしいなっていうふうにすごく思いました。で今卒業コンサートのこととか、まだできないと決まったわけじゃないから、スタッフさんがやらせてあげたいって言ってくださって、できることをと一生懸命動いてくださってて、本当に毎日毎日いろんな会議でいろんなことが変わっていく中でバタバタしながら考えてくださっていて、私もやっぱりまだ諦めてはないし、やりたいっていう気持ちはすごく強いので、今できるベストの形ができるようにパソコンについては向き合っていきたいなっていう風に思ってます。最終活動日もう大体は決まってるんですけど、またまあいろいろ変更が出るかもしれないから、それはそれでまたお伝えしようかなって思ってます。本当に一人で考えてるとやっぱりすごく強く決断できるけど、メンバーに言う時とかもうやっぱメンバーと会う機会も減ってたから、こう強く決めれてた部分があったんだろうなって思うし、会うとやっぱりずっと一緒に過ごしてきたし、やっぱり私の中でやっぱ放っておけない子たちってたくさんいて、すごく心配もあるし、そんな中こう自分がいたらやってあげられることももしかしたらあったのかもしれないけど、頼ってくれてるメンバーのためにできることたくさんあったのかなとも思ったし、ね、私の動画を見て入ってきてくれた後輩メンバーの子たちとかももっと教えてあげたいことたくさんあったし、それこそ2期生とか3期生4期生とかってなってくると、やっぱすごい長い時間一緒に過ごしたし、苦しかった時代も一緒に
乗り越えてきたメンバーだしね、やっぱお姉さんになればなるほど自分の立場とかすごい悩むこともたくさんあるのも私は全部取ってきた道だから、なんかこう置いていっちゃうっていう感覚というかね、苦しい時に助けてあげられたらもっと良かったのかなとかそこ思うことはあったりするんですけど、でもみんななら大丈夫なんじゃないかなっていう安心もあったり、まあ、私も芸能活動を辞めるわけではないですし、卒業しても事務所の方には残ってで、ちょっと新しいことも考えてはいるので、メンバーのみんなが夢を叶えやすいような環境をなんか一つできたらいいなとかもなんかいろいろ考えてはいるので、卒業しても NMB48 には恩返ししたいなって思うし、ファンの皆さんにも卒業しても推し続けてもらえるような人でありたいなってすごく思うし、もちろん残りの時間も大切に、やっぱ私は NMB48 でちゃんと夢を見つけることができて、自分が思ってた以上にたくさんの夢が叶ったし、なんかこう NMB はそういう夢を見つけられて一歩踏み出せて周りの人が支えてくれてその夢がまた大きくなるっていう、そういう素敵な場所だなって私は思うので、やりたいことがすごくこう伸び伸びとやらせてもらえる場所なんじゃないかなって思うから、でもね、やっぱそれを見つけるのが難しかったりもするし、きっとメンバー一人一人それもがいてるんじゃないかなって思うから、自分が卒業する日までそれを精一杯メンバーのみんなと向き合っていって、一人でも多くのメンバーてかメンバー全員が何か私が卒業するまでに一歩踏み出せるような期間になればいいなってすごく思いましたかな。まさか泣くと思わへんかった、今部屋で一人で YouTube 撮ってんのに。でもやっぱりどこまで行っても寂しいって気持ちはあるんだなって思うな。まあそりゃそうやんな、10年間ずっとここにいて、私の青春は NMB なんでね、本当に学校とかも行ってたけど学生時代の思い出もやっぱどうしても NMB になっちゃうし、私の全てだったのね、あと数ヶ月でその思い出のアルバムが閉じるんだと思うと寂しいですよね。でもまあすごく自分の未来にはワクワクしてて、こんなことやりたいあんなことやりたいっていうのがもう常にいっぱいあるし、自分個人としてはすごく楽しみしかないなっていう風に思ってるので、あとね、昨日も発表させてもらったんですけど、テレ東のドラマだから私はメイクするっていうドラマに山本織香っていう役で出演させていただきます。まさかここに来て演技のお仕事が来ると思ってなかったし、事務所の皆さんも何かの間違いだと思うんだけど演技の仕事来たよって言ってたぐらいなので、私もすごくびっくりだったんですけど、まあでも役柄もすごく自分にぴったりだなっていう思うくらい、こうなんか共通点が多かったりと、撮影はもう終えたんですけど、すごく皆さんに見ていただきたいなっていう風な、特にこのYouTube を見てくださってる女の子にはすごいこう女の子として生きていく中でいろんなヒントが得られるドラマだと思うので、10月7日水曜日の深夜0時58分からテレ東で放送です。見てください。で卒業発表の話をしようと思ってたのにドラマの宣伝入っちゃったけど、でも本当にいろいろ先になりたいことは決まっているし、個人としてはすごく前向きでめちゃくちゃ楽しみがいっぱいあるし、あのことやりたいなこんなことやろうっていうのがいっぱいあるので、それも楽しみにしていただけたらなと思います。ただどうなんやろ、やっぱり普段握手会とかでめっちゃ会ってたファンの人とかはみんな今どう過ごしてんねやろとか思ったり、すごく卒業発表してる時はめちゃくちゃ冷静で、すごい一言一句ゆっくり自分の思ってるように話せたなって思いました。でもすごい緊張はして言葉も考えてて、自分でちゃんとリハーサルもしてたんですよ。ブラシ、髪の毛とくブラシをマイク代わりにしてソファーの上に立ってこうやって練習したりとかしてたけど、ちゃんと練習通りできたなって思ったし、なんか練習では言おうと思ってなかったこともこう自然とふわって出てきたりとか、なんか割と冷静な感じでできたなっていう、そんなことどうでもいいですよね。でもなんかっていうのがありましたね。でも本当にいろんな人から連絡もいただいたし、地方のメンバーとか先輩の地方の先輩方とか卒業された方とか同期とか学校の友達もいろんな今まで関わってくださった方がよく頑張ったねって言ってくれて、なんかそれもすごく嬉しかったし、メンバーの SNS のこう投稿とかもこんな風に思ってくれてたんやとか、なんか一つ一つがすごく嬉しくて、なんか今までこういろんなメンバー特に後輩メンバーとこうご飯行っていろいろ話とかする中で、自分にできることは自分が経験したことはこう口に出して教えてあげれたいなと思っていろいろ話もいろいろするようにしてきたけど、でもやっぱりねその時にならないと自分は分からなかったこともすごく多いから、こうやって自
自分が言った言葉で今何も感じなくても先で感じてくれる時があったらいいなと思って言ったりとかしてたんですけど、まあ、あかりの部屋とかもやってて思ったけど、みんなすごいこう、うんうん、はいはいって聞き入れてくれたりとか、素直で可愛くて、いや私もやっぱりまだまだ未熟だし、全然これからも失敗とかもたくさんあると思うし、ね、先輩としてかっこいい背中を見せられてたのかなって思うと、自信のないところもたくさんある中で、そんな私にこう頼ってくれたりとか尊敬するって言ってくれたりとかする後輩メンバーがたくさんできてすごく嬉しかったなって思いましたね。なんか今までみんなと話してきたことは、あ、こんな形でこんな素敵な形で帰ってくるんだなって思った日でしたね。だからね、卒業発表した次の日は休みだったんですけど、すぐ YouTube 撮ってすぐ開けてって思ってたんですけど、なんかもう発表した余韻がすごくて、ずっとネット見てて、ずっとコメント見たりとか、なんかずっとしちゃって何にもできない一日だった。すっごいぼーっと過ごしちゃった。なんかすごい余韻がすごくて動けない一日でしたね。今日はちゃんとしようと思って朝からちゃんと起きていろいろ動いて動画回しましたということで、なんかまとまりのない動画にはなってしまったんですけど、まあでもこの動画はやっぱ YouTube は私のホームでもあるので、何もこう言うこと考えずカメラの前に座って、今自分からどんな言葉が出るのかなって思いながら何も考えず撮ったので、本当に一番今私が思ってる素直な気持ちですね。卒業発表やっぱりかっこよくしたかったから、自分の中でたくさん言葉考えたんですけど、ここはちょっとゆるくお話できたらなと思って今日は YouTube アップさせていただきました。そうだから皆さんとのね、まあ、ちょっとゆっくりお話とかもしたいなって思うから、まあ、インスタライブとかできたらいいなって思ってるので、またその時は見に来てください。はい、ということで今日も動画最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次回からはいつも通り美容の動画どんどんアップしていきますので、お楽しみに。あかりんことでした。あかりでした。バイバーイ。